していってね。この動画は、戦隊大失格のレビュー、考察をする動画となります。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それではレビューを始めます。戦隊大失格、五等分の花嫁、を作った作家が次に作った、ひねりの効いた2020年っぽい作品。この作家は恋愛漫画が得意なフレンズだと思っていたら、普通に戦隊ヒーローものを描いたりと、作家の興味が広い文芸作家なのぜ。何が文芸って、普通に恋愛ジャンル描いてアニメ化するまで持っていた部分もすごいんだけど、別ジャンルの戦隊ヒーローもの作品描いてアニメ化してるっていうね。普通にエースな才能がごい数な作品。まず、恋愛ものってジャンルは、ハリウッド映画でいうところの SF 映画みたいなものだから、まずアニメ化しないし、アニメ化したところで視聴率取れるの？って感じなのぜ。当たると出かかったゆるゆりとかならアニメ化しやすかったんだけどね。五等分の花嫁ってのは、男子向けの作品だから、その作品の主に見る層は男子なので、普通に人類の半分のニーズを取りこぼすんだよね。だから恋愛ものはアニメ化しづらいのぜ。それでアニメ化したって部分が停止したもんだーらっしゃいって感じ。アニメした作品は、とりま全部停止したもんだーってスタンスなのぜ。で、話は戻すけど、シナリオは、悪の怪人とスーパーヒーロー戦隊が、ガチで存在するガチスーパーヒーロー戦隊のファンタジー世界が舞台。この世界では毎週日曜の朝9時とかその辺に必ず悪の戦隊から怪人が現れて、社会に迷惑を被るので、スーパーヒーロー戦隊がそれを倒すという感じの世界。ところがぎっちょんちょんなのぜ。それは完全にスーパーヒーロー戦隊によるマッチポンプで、悪の怪人の組織を一通り弱体化させた後に、ショッカーみたいな奴だけを残して霊族化、正義のヤクザ組織、既得権とかしたスーパーヒーロー戦隊が、裏で奴隷のショッカーたちを酷使しているという感じ。で、主人公はその世界で、奴隷のショッカーとして酷使されていたショッカー D とかそんな感じ、もう奴隷は嫌でござる、みたいな感じから、どうにかしてスーパーヒーロー戦隊ぶっ殺して、奴隷から解放されねえかな？俺もなーから、たった一人でヤクザ組織のスーパーヒーロー戦隊と対立するという、序盤のつかみがくっそ面白そうな作品。この漫画も、初め読んだ時に、設定が今風にひねりが効いててお上手って感心したのぜ。しかも、前作が恋愛もの書いてた人だからね、余計感心しました。ここからネタバレ？主人公は、不死身って能力以外の戦闘力は山岡さんの鮎みたいな感じのクソ雑魚なめくじ。一方のスーパー戦隊の戦闘力は下っ端でもビルを一つ倒壊できるとかのチート。なので主人公はテレンテクだとハメ技みたいなのを生み出して、攻略していかないとならないという、ピーキーな設定がでね。主人公はただの不死身のズンビーみたいなやつで、攻撃力1の無敵って感じの設定なのぜ。一方の敵側のパワーレンジャーチームは、3下から、全員普通に人類を超越した超人の上に、3下ですら強武器を持っているっていう戦力差なのぜ。次に、主人公に味方してくれる峰富士子役のメインヒロイン1のサイコパス女が出てくるのだが、このサイコパス女の描写がお上手であり、やっぱサイコパス女、好きなんすねー、という感じでお上手。次に、この作家は多分、小田栄一郎もそうだと思うのだが巨乳好きな、フェチがしっかり出ている部分がベネ。これは何度もいろんなところで言っているんだけど、何が嫌いかより何が好きかで自分を語れよ、ってやつです。もしも、これといって自分に強烈なフェチが存在するなら、例えば自分はケモナーレベル3が一番好きで、それ以外は認めん、みたいな感じだったら、恋愛漫画を作るとしてもケモナーレベル3だけのハーレム漫画とかを描くべきなのぜ。下手に媚び売って、獣人、エルフ、女騎士とかバリエーションを増やす必要なんか全然なくって、強烈なフェチって最終的にポジティブに読者に伝わるから、フェチがあるなら絶対そうした方がいいとおまんじゅうは思います。そんな感じで、いかにしてショッカーの主人公が人間のふりをして戦隊ヒーロー組織の中にも潜り込んで、内部崩壊をできるか？という絡めての作品であり今風、バトル展開もどうやって知恵を駆使してはめ殺すか？という部分の展開が今風で、前半の描写はとてもお上手で面白い作品。能力者バトル漫画を定着させた富樫先生はすごすぎーなので。で、ここからは考察に入ります。よく面白い面白くないってコメントが散見したので解説すると、面白いものなどこの世には存在しないって話で、この世に全ての人間がポジティブに評価するような作品は存在しない。なぜなら面白いとかは個人の感想でしかないからって部分なんだけど、だからあなたにとって面白い作品は、誰かにとってつまらない作品でもあるってことなのと、ぶっちゃけ、自分が面白いって思ったなら別にそれでいいんじゃないかな？たとえ誰かが、自分が推した作品がつまらないって言っても、そんなこと
ことは作品の面白さとかに影響はほぼないし、あなたが面白いと思っているなら、他の誰がどう評価しようがその作品はあなたにとって面白い作品であるって思うんだよね。一応、ゲームとかのレビューで酷評されると一気にワゴン行きになったりするからマーケットに対する影響はあるのぜ。でも最終的には個人の感想だから知ったこっちゃないし、周りの評価も知る必要がないのぜ。もう一つは、この世界ってのは細分化しちゃってるから、例えば、何でもいいんだけど、おまんじゅうが美味しいって動画を作っている動画のコメントは、おまんじゅう美味しいって評価とコメントで溢れるわけ。で、一方、おまんじゅうが美味しくないって動画には、おまんじゅうが美味しくないって人と、おまんじゅうが美味しくないってコメントで溢れた。どっちにおいても優しい世界が生まれるのが SNS とかの便所の落書きみたいな場所だと思うんだよね。だから、例えばなんちゃらとかのレビューを見てってのは、もはや評価として機能し得ないんじゃないのかな？少なくとも今後は AI 技術による最適化と、SNS の細分化によってエコーチェンバーしたコメントや動画とかサイト以外は、ガンガン淘汰されていくから、コメントから客観性を救い出すって方法は意味をなさなくなってくると思うのぜ。エコーチェンバーってのは、SNS 上で、自分と似たような価値観や考え方のユーザーしか集まらない現象で、そこしか見てないと、少数の価値観なのに、全体の価値観のような錯覚をしてしまう現象のことを言います。でなんでそんなことになるか？っていうと、おまんじゅうが美味しくないって人もおまんじゅうが美味しいって人も、欲しい情報ってのは、客観性、じゃなくて、共感、なわけ。だから情報が客観的か？どうかなんて二の次とか本質じゃなくて、ほとんどの場合は自分がおまんじゅう美味しいわおまんじゅう美味しくないって気持ちを共感して欲しいだけなんだよね。で、じゃあどうすれば面白い？作品って言えるんだよ。ってことで、スーパーウルトラ奇跡の作品、ドラゴンボールとジパングに存在するエンペラーの話をするんだけど、この世にジパングなんて国は存在しないからうちらの世界線、架空の話なのぜ。そもそも何をやらかしちゃうと評価が割れるか？って言うと、イデオロギーを表現すると評価が割れちゃうわけ。宗教観だったり好き嫌いなのぜ。だから、当たり障りのない作品を作るなら一切イデオロギーを表現しないってことが大事で、ドラゴンボール Z って、単純に強いヒーローが、悪いヴィランを倒すってシナリオで、セルもフリーザ様も魔人ブーも、ほとんど一切イデオロギーがなくって、全部キャラクターのコミカルさが魅力を与えてるって神ってる作品なわけ。で、ジファングのエンペラーも凄まじくって、エンペラーは自分がどうしたい？と加工したい？こう思うってことは、一切パブリックアナウンスしないで、ただただひたすら、困っている人に寄り添う、共感する、困っている人がいたら率先して慰問に行くってことしかしないの。これがマジでガチですげーのぜ。大抵の人間というのは関われば関わるほどその関わった何か、の欠点。だったりに目が行っちゃってイデオロギーが育つ生物だし、その何か、おとろしたくなる生き物なのぜ。ところがそれを全部丸呑みして、一切自分を表現しないで、表現するのは全部人類共通のポジティブな評価である振る舞い。お助けマン、共感マンに徹している部分がガチで語彙数っていうか凄まじい。例えば、鬼滅の刃ってのは主人公の炭治郎がガンガン説教、イデオロギーを吐露する、めちゃくちゃ説教説教で飛び抜けている文芸作品なんだけど、この作品は評価や好き嫌いが発生するわけ。なぜなら好き嫌いをキャラクターが表現するから、鬼滅の刃は説教が飛び抜けてお上手な文芸作品なのぜ。で、話は戻るけど、そもそもがこの戦隊大失格の2020年ポって語彙数な部分は、パワーレンジャーの正義と悪をひっくり返したシナリオにしているって部分が、グッドアイデアショー、なわけ。本当に些細なことなのぜ。でもその些細なことをほとんど誰も発見できないから、些細なことを発見して実行して一番初めに認知させたクリエイターは称賛されるのぜ。例えば、怪獣8号、なんかは、ウルトラマンの存在しない世界のウルトラマンを生み出したわけ。だから、グッドアイデアショー、似ているアメリカドラマで、ザ・ボイズ、ってドラマがあるんだけど、これは、アベンジャーズ、のスーパーヒーローをクズにして、道端に落ちている小石を踏んづけちゃったって感じで恋人を殺されたパンピーが激おこプンプン丸になって、アベンジャーズ巨3万を始めめるって作品なわけ。だから、グッドアイデアショー。どの作品もこうやって説明するとアイデアにウィットが効いてて見たくなる作品しているのぜ。あ、それとどうでもいい話だけど、ザ・ボイズと戦隊大失格は違うよってどうでもいい話で、これは特撮おじさんからしたら全然別物って感じで、何お前勝手にパワーレンジャーとアベンジャーズ一緒にしてんの？
って話で、パンピーからしたらどうでもいいし、同じようなものに見えるんだけど、よくよく細分化すると違うって話ね。アベンジャーズは特撮じゃなくてどちらかというと DC コミックとかマーベルコミックなのでコミック寄りなので、V ガンダムとウィングガンダムは同じガンダムだけど、ガノタからすると、V ガンダムは宇宙世紀ガンダムで、ウィングガンダムは違うので、でも東四郎から見たらどっちもガンダムで同じなので、違いなんかないのぜ。で話を戻すと、そもそも出発点がパワーレンジャーなので、赤青黄色とかの5人衆が強化スーツを着て戦うドラマをパワーレンジャーと表現しているのは、ジパングであのシリーズを総称して何と呼べばいいのかわからないからなのぜ。当然パワーレンジャーとの比較対象になるわけ、なので好き嫌いが発生するので、世間一般的には好き嫌いにありイコール面白い面白くないなので、そういうのが発生。次に、この作品はスーパーヒーロークソだって感じだったり、内部崩壊、イデオロギーの対立が発生する政治漫画なので、イデオロギーが作品に入ってしまったので好き嫌いが発生。ザ・ボイズという、マニアからしたら違うけど、広い意味で似たような作品が存在し、比較対象が生まれてしまったので対立軸が発生。とまあこんな感じで、ぶっちゃけ言うと、この世で鳥山明以外に、誰もドラゴンボール Z なんて作れない。って部分で、ドラゴンボールって極論から言うと洗濯機のぐるぐるをただ眺めるような作品なわけ。ところがこの洗濯機のぐるぐるを眺める作品を世界的大ヒットさせることができるっていう奇跡の作品なわけ。なぜならドラゴンボール Z の主要キャラクターはほぼ一切イデオロギーを表現しないからなのぜ。なのに神的に面白いから狂ってるのぜ。何が言いたいのかというと、人間は好き嫌いが発生する商品を好む傾向にあるのぜ。で、好き嫌いというのはほぼイデオロギーのことで、イデオロギーを表現しない作品は刺激のない無味乾燥な作品になりやすいのぜ。要するに作家性ってやつはざっくりというとイデオロギーで、漫画からイデオロギーを感じるから人々は作品を好きになったり嫌いになったりするわけ。で、運よく不特定多数か、もしくはキャスティングボードを握っている権力者の共感を得ると、メジャー化するって感じで、だからこの漫画みたいな政治漫画はどうしても好き嫌いが発生するのは是非もなしだよってことですね。じゃあ、イデオロギーのないドラゴンボール Z 作ればええやん。ってなると思うのだけど、イデオロギーのほぼない作品は作品に共感のフックがほぼ存在しない作品だから、ほぼヒットしないのぜ。で、ヒットしないとうのは当然連載されないのぜ。で、ここからはおまんじゅう論で、おまんじゅうが思うことだから同意する必要のないざれ言なんだけど、漫画原作でアニメ化した作品は、少なくともアニメ化しなかった作品よりは上位であるってざっくりしたそうとわけね。この上位であるってのが何を意味しているかというと、アニメ化するにあたって必ずアニメの売り上げ予測を立てるのぜ。なぜならアニメ化は商売だからなのぜ。でこのアニメ化会議において、これなら採算合うだろうということでアニメ化が決定するので、言うなればそれはこの作品なら不特定多数が買ってくれるだろうってこと。で、不特定多数の共感を得られるだろうって部分がそれに当たるから、少なくとも不特定多数からはポジティブな評価を得ている作品がアニメ化しやすい傾向にあるって思われるってだけね。まあこれもクソ役に立たないふわっとしたやつで、山氏のワンマン経営者がこの漫画絶対当たるって言って指して人気の出ていない作品を引き上げることもあったりすると思われるから、本当に当てにならない指標だけど一応なのぜ。最終的におまんじゅうが何を言いたいのかというと、面白いとか面白くないとかってんにゃぴよくわからないです。なのぜ。まとめると、この漫画はアニメ化したので少なくとも視聴者さんの 60% くらいはポジティブな評価をしているんじゃないかな？そういう意味では客観的に評価すると面白い作品だと思うよって部分と、最終的に作品の面白い、面白くないかは個人の感想でしかないので、世界中がつまらないと評価した作品でも、あなたが面白いと思うなら、その作品はあなたにとって面白い作品である。SNS の評価やコメントはエコーチェンバー化しているので当てにならない。SNS の評価が当てにならないのは、不特定多数が、客観性という情報が欲しいのではなく、自分のイデオロギーに共感して欲しいから、レビューとかを探すわけで、企業はそういった不特定多数のニーズに最適化してエコーチェンバーを作ったから、最終的にエコーチェンバーが悪いって言うなら、それは人間が悪いって話になる。